じゃん。みなさんこんにちは。もっとスッキリ切り抜き名場面始まりまーす。この動画ではスッキリの生放送で印象に残った出来事をスタッフとともに私岩田と先輩の森アナウンサーが裏話を交えて振り返ります。今週もお疲れ様でした。お疲れ様でした。今週月曜日、サッカーの日本代表のキーパー権田選手、生出演ありましたけど、はい、お会いしてどうでしたか？すごい舞台で戦ってるのをテレビで見てたんで、わあ実在するんだって久しぶりにそういうリアクションになりました。当たり前だけど大きいなってね、なんか子供みたいな感想を持っちゃった。そう。さあ続いてはサッカーワールドカップの話題をお伝えします。今朝はスペシャルゲストに来ていただいております。サッカー日本代表ゴールキーパー権田修一選手です。おはようございます。おはようございます。おはようございます。やっぱりダブルのスーツ似合います、ね、僕人生で初めてダブル来ました。マジですか、はい、えなんで今日ダブルだったんですか？衣装さんに用意していただいたのがダブルだったんですか、はい、似合う。ありがとうございます。かっこいい。お疲れ様でした。ありがとうございます。まずはまあベスト16ですね、はい、おめでとうとは言えないですけど本当にお疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。では実際にこの選手どういうお気持ちですか？まあ、やっぱ本当に今おっしゃられた悔しさがまずは大きいですけど、うん、でもこのようにやっぱたくさんの、ね、番組出させていただいたりとか、はい、今後もっとサッカーが盛り上がるためにもっとやっていきたいなとも思ってます、うん、これカタールの方では日本の盛り上がりっていうのは分かってたりするんですか？ SNS で見てました、うん、まあ、一応みんなでそう盛り上がってるらしいよっていうぐらいしか正直、はい、テレビ映像は見られないので、うん、ただいろんな映像で僕らが試合前に見るモチベーションビデオだったりとかでも、はい、その日本の風景を入れてもらったりとかして、うんうん、やっぱみんながやっぱ応援してくれてるっていうのは感じられてました。なるほど。それを背負いながら試合に臨んだということですね、はい、スーツ姿ってご覧になっていかがでした？私身長167センチなんですよ。そうするとスーツをね仕立てる時とか買う時に、はいはい、裾上げあんじゃんあれめちゃめちゃ着られんのよ。あれだけでポーチ作れんじゃないのっていうぐらい布切られるわけだから権田選手のスーツ見て布の量がめちゃめちゃ多いなと思って。確かにバキバキに着こなしてましたね。バキバキに着こなしてた。だ加藤さんとかもすごい着こなしてますもんね。めちゃくちゃ加藤さんも、うん、相当こだわりを持ってそうなんだスーツ着てらっしゃいますからね。足も長いし、なんかね加藤さんのパンツってこうねストンってなってない、うん、こうちょっとねシュッとなってるんですよ。最近私の父親が加藤さんに憧れすぎて今日ついに美容室を聞いてこいって加藤さんが言ってる美容室聞いてたねマジで CM 中にすいませんつって加藤さんどこの美容室のどなたに切ってもらってますかって言って。でもさ同じ人に切ってもらったからって近づかないでしょ。本当に行ってやりたい。髪型だけ一緒にしてもしょうがなくないって思っちゃうんだけど。本当そうなんですけど彼は流派だけでも一緒になりたい。なるほどね。ちょっとでも近づきたいっていうね。一緒にはこう同じものにはもちろんなれないですけど、はいはいはい、やっぱ加藤さんかっこいいからこうね同じ系統には行きたいっていう望みをね、うん、もうすぐお誕生日なんでね、うん、叶えてあげようかなと思って。権田選手、試合中すごく今大会、まあ、クリア冷静だったっていう話されてました。頭の中ってこうグーッとアドレナリンが出てる状態ですか、それとももうすごいクリアな状態ですか、どうなってるんですか？今大会すごくクリアでした、なので本当まあ、いろんなシーンでがあるんですけど、はい、やっぱり相手の動きだったりとかディフェンスの選手の動きっていうのがある程度ちゃんと見えてるので、逆にこうバーって熱くなってしまったりすると入りすぎちゃって視線がどんどん狭くなってくるんですよ、視野が、うん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 、それがやっぱ今大会はすごい落ち着いてできたので、それが個人的にはまあ4本セーブできたところも、うん、最後までしっかりボールに対して対応し続けられた一つの大きな要因かなと思って、まあ、ゾーンに入ったとかって言い方するかもしれないですけど、はい、まあ、僕は本当に逆に熱くならないで落ち着いていろんなことを遠目で見えるときが自分の中で一番コンディションがいいので、うん、その状態にはうまくなんか持っていけたなっていうのは、それは何でかも分かんないです、冷静で俯瞰で見れてるゾーンということですね。そうですね、本当落ち着いてました。お二人はオンエア中とかお仕事中っていうのはどういう感情でやってるんですか？今でもオンエアの前とかずっと本当にドキドキしてて、緊張しててもクリアでいられることもあるじゃない。私クリアじゃいられないんですよ。え、じゃあどうなってんの？うわーってなる。怖っ。今でも溺れそうになっちゃってんの？
私の表面に出てこないんですんごい損するタイプなんですよ。すっごい緊張してるし、すっごい頑張ろうって自分に無理やりエンジンかけてサンボマスター聞いてきてるのに、うん、なんかできっこないをやらなくちゃね。そうそう、私のお箱なんですけど、うん、でもお箱じゃないよね。お箱じゃない、うん、フェイバリットソングなだけであってあなたが何かやってるわけじゃないですか。私は一切関係ありません、はい、そこは本当にね、あの声を大にしてお伝えしたんですけど、だからもうそれの状態なのに全く見えないから、ねえもうみたいな、もうねえもう慣れたでしょって言われるんですけど、もううおーってなってるんです。どうしよう、失敗したらどうしよう、あそこ噛んだらどうしようとか、うわーって考えながら、おはようございますって。いや、岩田さんもだからあの変わりましたよね。本当に岩田さんの初回とか2ヶ月ぐらいはもうこうなってたの、完全に台本と違うことを加藤浩次は言い始めてるみたいな、もうなんか目がもうジャブジャブいっているわけ、泳いじゃって、初めはなんだこの番組はみたいな、やばくなみたいな感じだったんですけど、やばくなってなったな最近はもうそれがこう醍醐味というか、それでもバキバキにこう加藤さんに鍛えていただいたし、これが生放送でのなんか正しい姿だなって思えるようになりましたね。ちなみに緊張は、森さんは箱根駅伝とか年に1回しかないんで、いや、やっぱりちょっと緊張します。この選手の走りを伝えられる瞬間はここしかないって思って緊張する。そう、スポーツ中継って一回そのチャンスを逃しちゃうともうやってこなかったりするんですよね。そうですよね。だよくそれこそ卒業生の選手と話したりすると、自分が映った箱根駅伝 その中継の映像を結婚式で流したりとか、毎年同窓会で集まってそれを見たりするって話を聞くから、その選手の一瞬の青春のきらめきを逃しちゃまずいって思う方に緊張する。一番緊張した仕事って何だったんですか？初泣き。もうこれはもうしょうがないですね。初泣きとは、初泣きとはアナウンサーが初めてテレビに出る瞬間で、私でいうと1年目の6月の末ぐらいにジップスッキリ当時はポンで、まあ一言エンドとかで自己紹介するっていう、もうその一言なんですけど、めちゃめちゃやっぱ怖いんですよ、テレビの前に立つって。私はほらお伝えしていますように、毎日8時間9時間寝て、まあ土日は本当一日中寝てるみたいな人なんですけど、本当に一睡もできなくて、もうずっと寝返り言って寝なきゃいけない、絶対寝なきゃいけないのにもう寝られないっていうのはもう強烈に記憶に残ってます、うん、私はなんかバレーボールの実況をゴールデンタイムで初めて実況するっていう時があったんですよ。ゴールデン、もう多分ね 7,8 年目30ぐらいだったと思うんだけど、バレーボールは4年に1回しか実況のチャンスがなくて、で初めての日本代表戦ゴールデンで初めての実況ってなった時に、まあたっぷり準備もしました、うん、大丈夫だっつって、実況したことあるっつって、で座って6時59分50秒あと10秒ですって言って、フロアディレクターさんがあと10秒です、やだー、あ、分かりましたっつって、大丈夫大丈夫、いけるいけるっつって、で横に大林素子さん解説ねいらっしゃって、頑張ってねって、はいっつってお願いしますっつって、よし大丈夫だっつって、7時になってあのカフって言ってこのスイッチ、マイクのスイッチを上げようと思って手をこうやってみたらマジでこうなってるんですよ。だ俺自身はあいけると思ってんだけど、もうこうなってるの、もうマジでおーおーおーと思って、こんなに手って震えるって感じで、でこうなりながらこうスイッチを上げたのが多分一番の緊張かな。クリスマスの思い出って何がありますか？割と平凡なクリスマスなんですけど、大体家族と過ごしてて。平凡なクリスマスって普通にご飯食べて、でもなんかすごくちゃんとチキンとかでもなく、私の家は、うん、全然普通のご飯に、なんかあんまイベントごとも盛り上がんない家なんですよ。普通のご飯ってどういうこと？え、味噌汁にご飯みたいな、なんか普通に肉じゃがみたいな、なんかクリスマスだからチキンとか、うん、あんまりなくて私の家なんか結構みんなこんな感じなんですよ。ツリーはあり。あ、そうなんですね、うん、玄関のところに、それこそどれくらい、結構でかい、2メーターぐらいあるんじゃないかな、うん、のツリー。え、じゃあ特別ななんかするんですか？クリスマスだからじゃあちょっとこうご飯とかもチキンとか。いやでも年末が一番忙しいんだよね。そうですよね、そんな一番忙しい時期ですもんね、12月25日なんて。だ、僕がいない時もね、多分あるでしょうけど、うん、だからあの子供たちがサンタさんにあのこのプレゼントが欲しいっていう手紙を、はいはいはい、そのツリーに貼ってる、うん、かわいい。そうだけどなんかねコロコロ変わってるそうどうすんのかなって思うんだけど、絞れって言ってんだけど、
結構コロコロ変わってますんで、ちょっとおすすめしといてください。もうのすごい仲いいんですよ、うちの子供と。めちゃくちゃ可愛いんですよ。助かるんです本当に、はい、面倒見てくれるから。そうめちゃめちゃちっちゃい子好きなんで、すっごい楽しい、可愛いんですよ、ね。今年はでもなんかやろうかな。土日じゃない今年、なんか久しぶりですよね。あ、そうなんだ。そうそうそう、土曜日曜なんですか。え、ちょっと待って、クリスマスの曜日知らないの。え、知ってるんですか。あと1週間だよ。そうですか。嘘じゃん。っていうくらいの人なんですよ私。そうだよね。え、じゃあなんか理想のクリスマスとかないの。整体120分とか普段は私の整体はもう60分ってやっぱり、まあそうだね、はい、60分でも結構ね、はい、長めだから、はいはい、で決めてるんですけど、はいはい、クリスマスは120分にしたい、うん。あ、それいいね。皆さん今回もご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がちょっとでも面白いなと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。コメント欄で私たち2人への質問を募集です。はい、朝8時からのスッキリもぜひご覧ください。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。今日はちょっと透明だね。